今日はお忙しい中、ご提案の皆様、ご参加いただきまして、誠にありがとうございます。これより、富田町、おとろ大使場の三匹姉妹を始めます。どうぞ卒ご声援よろしくお願いします。簡単だな。ありがとうございました。ただいまは会長さんから皆様へご挨拶でございました。それではここで本日の演目の獅子舞についてご紹介してまいりましょう。大殿大師堂は4号バイパスと旧会津街道を交差する近くにあります。境内の中には市の重要な文化財指定を受けております石像などを見ることができます。大殿大師堂は聖徳太子を祀った学問の神様で1000年の歴史があります。三匹獅子舞は室町時代の中頃、民衆の地位が向上し、素朴で娯楽性の強いお祭りと能楽が盛んに演じられ、当時の人々の夢と希望でありました。農村の凶作、災難が続き、厄払いの五穀豊穣、悪疫退散、町内安全の三匹獅子舞が全国で広まったと言われています。初めの頃の踊りはもっと派手で、おかめやひょっとこ、包みなどが使われていましたが、途中踊りが少しずつ変わりまして現在の踊りになったと伺っています。獅子頭は他の地方は張り子ですが、この獅子頭は能面師が作ってくれた木彫りの本物です。目元のシワ、鼻のシワと穴の大きさ、歯の大きさで太郎獅子、二郎獅子、花子獅子と顔の特徴がある三匹獅子です。途中二度ほど本堂が焼かれましたが、獅子頭だけは災難を逃れ、子供たちの知恵を授かる学問の神様として祀られております。獅子の舞手は昔は氏子の長男に限られておりましたが、現在は町内の小学3年生から6年生が選ばれ練習しています。毎年お祭りの7月の最終土日2日間、夜7時から2回境内にて奉納されています。踊りは横笛のメロディーに合わせ2本の鹿腹の周りを踊ります。はじめは図を切り、遅ちぎり、早ちぎり、花すり、大仁の舞で5種類の踊りで古式豊かな郷土芸能でもございます。さあ、それでは大殿の獅子舞をよろしくお願いいたします。Thank you.
次は造形マスター3人で一緒です。踊ります。よろしくお願いします。
というホテルを一人ずつ3回踊ります。よろしくお願いします。3番目に花子出身が踊ります。最後の踊りで図を切ってこれで終わります。よろしくお願いします。Thank you.
ご覧いただきましたが、気になりますよね、獅子舞を演じてくれた方がどんな方だったのか、これはまた紹介させていただきたいと思います。実はですね、獅子は本物のと、張り子ではありませんよと、能面師の方が、彫った本物ですってお話をしましたが、ほとんど見えてないそうなので、それでは前に出ていただくことできますか、お三方に前に出ていただきます。どうぞもう一度盛大な拍手を。